バイオミング州、グランドティトン国立公園でのバックパッキングタスマニアの大自然の EN、マウントアン付近で、軽量テントを張ってのキャンピングハイキングやトレッキングを楽しむ人々モンブランでの登山アルペンスキーアラスカのラズベリーアイランドでカヤックを楽しむ人々パラグライダー森りでキャンピングをしている少年の山を MTV でかけるアウトドアとはアウトドアアクティビティのこと。本校で衝突する。 単に屋外のこと。英語のアウトドア。アウトドアアクティビティとは屋外で行う活動の総称である。日本語では略してアウトドアということが多い。野外活動やアウトドア活動とも言う。アウトドアアクティビティとは屋外での活動を指す総称である。アウトドアアクティビティでは日本人の股間では長すぎるので一般に後ろの アクティビティが省略されて、アウトドアと一号で使用されることが多い。アウトドア、屋外とは、基本的には、部屋の閉ざされた空間の外、という意味である。とはいえ、単なる屋外のことを指しているのではなく、特に市街地も離れた場所、自然の空間を指していることが、一般的である。現代人の多くは、都市の人工的な空間での生活を、余儀なくされているが、 そうした人工的な空間から離れた場所、自然の中で行う活動を指してアウトドアアクティビティと呼んでいるのである。特にスポーツに分類される活動を行う場合はアウトドアスポーツとも呼ばれる。特に生活の活動を行う場合やアウトドアで生きることという意味を込めてアウトドアライフなどと呼ばれることもある。具体的に言うと次のようなものになる。 いろいろな分類の仕方があるが次のように列挙することも可能であろう。欧米の学校では学校教育の一環で日帰りでハイキングやトレッキングを行ったり宿泊して自然観察やトレッキングなどを行うなどの活動をさせることがある。日本の諸島、中東教育現場では漢字表現で野外活動とも言われ、こうした文脈では野外体験活動。 野外教育活動、野外学習活動、自然体験活動などの教育目的の活動がもっぱら想定されている。このため、本来はアウトドアアクティビティと野外活動とは同義語であるにもかかわらず、日本では特定の内容がイメージされることが多い。なお、ボーイスカウトはアウトドアアクティビティを通じて、心身ともに健全な青少年を育成することを目指している団体で、 特にキャンピングや、それに関連した活動に力を入れており、各地域に支部が設置されていることも多いので、小中学生になった子供を持ち、子供を大自然の中で鍛えたいと願っている親は、ボーイスカウトに参加させていることもある。大学では、アウトドア活動を行っている部、クラブサークルが設置されていることが多い。ワンダンォーゲル部がアウトドア活動をかなり広範に行っていることは多い。 また、探検部、冒険部などと命名された部が、探検、冒険に焦点を当てつつも、広範な活動をしていることもある。また、登山部では、一般に、特に登山や沢登りに焦点を当てて、活動を行っており、カヌー部はカヤッキングに、スキー部はスキーに焦点を当てている。テレビ番組メーカーリストを表示するには、表示をクリックしてください。 アメリカ合衆国フランスドイツイギリススウェーデンノルウェーカナダスイスイタリアポーランドニュージーランド日本インドアアクティビティやインドアと対比関係にある用語概念であるオックスフォードディクシャネリーズジミーカーターが熱烈なアウトドア好きであることは米国ではとても有名若い頃から大自然の中で育っており釣り明かりをすることが大好きでアウトドア熱が高ずるあまり実はなんと 大統領就任中も、わざわざ大統領の皇帝に一旦戻るふりをして、自分のシークレットサービスを騙して返しておいて、その後にこっそりと専用ヘリに乗って、自分の別荘まで飛んで下ろしてもらい、大自然の中で一人で悠々とアウトドア活動をし、翌日ヘリで迎えに来てもらって、そしらぬ顔をして、また大統領執務に戻るようなことを何度も繰り返していたという。 ワシントン DC の政治のくだらない駆け引きなどからは、離れて、もっと自然の中にいたかったから、大統領を途中で止めようかとも悩んだという。大統領引退後は、のびのびとアウトドア活動を楽しむ生活を送っている。著書、ジミー・カーターのアウトドア日記、冒険と試作の日々には、上記の大統領就任中の行き札も含めて、カーターのアウトドア活動に対する、熱い熱い思いが綴られている。 ありがとうございます。